皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士のナナメです。今回は第6回ということで、前回に引き続きビタミンについてのお話をします。今回は、ビタミンの、中でも、こんな働きがあるよという、紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。まず女性が特に嬉しい効果ですね。まず、ビタミンというのは肌に良いというふうに言われています。でその中でも特に、肌に良いと言われているビタミン、どんなものがあるのかというのを紹介したいと思います。まず肌に良いビタミン、特にですね、肌に良いと言われているのがまず一つ目は、ビタミン C になります。これは皆さんもよく聞くかと思うんですけれども、ビタミン C というのは、肌に張りや潤いを与えて、あとは紫外線によってメラニンがですね増えてきやすくなるかと思うんですけれども、そのメラニンの色素沈着というのを防いで、シミとかそばかすを、作りにくくしてくれるというふうに言われています。で次に、ビタミン E ですね。ビタミン E は、細胞の老化を、防ぐというふうに、言われています。でこれは、ビタミン C と一緒に摂ると、さらに、効果的というふうに言われています。で、3つ目がビタミン A になります。カロテンというふうに言われたりもするんですけれども、ビタミン A もですね肌を潤すというふうに言われています。でこの、ビタミン C と E と A はこれが多く含まれる食品というのは、緑黄色野菜ですね。色の濃い野菜に多く含まれています。その他にもですね、ビタミン B2 も、いいと言われています。ビタミン B2 はですね、紫外線を防いだりですとか、皮膚の健康や、粘膜ですね保護をしてくれる、そういう働きがあります。ですので、皮膚の新陳代謝にいいというふうに言われています。これは、豚のレバーですとか、うなぎ、あとは、牛乳とか卵、にも多く含まれています。で、最後が葉酸ですね。葉酸は、抗酸化作用があるというふうに言われています。ですので、この、5つのビタミンですねが特に、お肌には良いというふうに言われています。で、続きまして運動に関係する、ビタミンになります。運動に関係するビタミン、まず代表的なもの一つ目がですねビタミン B1 になります。ビタミン B1 は、炭水化物の、代謝に、重要になってきます。炭水化物を摂った時にビタミン B1 を一緒に摂ると、その摂った炭水化物が効率よくエネルギーになるというふうに言われています。でビタミン B1 も、豚肉ですとかうなぎとか、あとはたらこなんかに、多く含まれています。で、2つ目がビタミン B6 ですね。こちらはタンパク質の代謝に、必要というふうに言われています。ですので、タンパク質の摂取量が多くなるとビタミン B6 も、増やす必要があります。このビタミン B6 はですね、カツオですとかお肉なんかにも、多く含まれています。で、その他に、ナイアシンですね。ナイアシンも、糖質や脂質の代謝に、関係してくる、サポートする、そういったビタミンになります。あとは、ビタミン B2 と、パントテン酸ですね。このビタミン B2 と、パントテン酸、こちらも、三大栄養素、炭水化物、タンパク質、脂質ですね、これらの代謝に、必要となる、サポートする、ビタミンになってきますので、運動している方は食べる量、炭水化物ですとかタンパク質の食べる量増えると思うんですけれども、それに伴って、こちらのビタミンというのも、摂取する、量を増やす必要があるかと思います。では、本日は、第6回、ビタミンの、それぞれの、役割についてのお話になりました。どうもありがとうございました。